おお、君かね。名前なんて言うんだっけ君。ねえ、はい、皆さんこんにちは、ピカです。ダークソウルやっていくよ。はい、前回か前々回か、まあ、どこだったか、千の古城だったかな、さまよっていたら太陽のメダル3つ、手に入れたんで、ちょっと入手方法を忘れたんですけど、入手した方法はね。まあ、3つ入れたらここ、なんかあるんかなと思って、切ってみたら、この人いたね。名前どういうんだっけな、この人。Oh, hello there. Forgive me. I was just pondering about my poor fortune. I did not find my own son, not in Anor Londo, nor in Twilight Blight Town. Where else might my son be? Lost Izalith, or the Tomb of the Gravelord? But I cannot give up. I became undead to pursue this. But when I peer at the sun up above, it occurs to me.What if I am seen as a laughing stock, as a blind fool without reason? Well, I suppose they wouldn't be far off. やっぱ何もなんないね、まだね。どういう条件なんでしょうかね、これ。ならないの。ならねえのか。Hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. ならねえな。よっしゃ。そしたら、今回はね、まず、まあ何回か死ぬと思うけど、ここの上のね、黒騎士に挑戦してですね、どこだあれ、北の不死院をちょっと探索してみたいと思います。多分行き方わかると思うんですけど、よし、どうすかな、この黒騎士、パリ効かないんでしょ、どうせ。この大盾がどこまで通じるかなんですけど、ね。よし。ザシュリ。あら、一発だ。ごめん。剣だいぶ強いからね、308ぐらい攻撃力あると思いますね。そうだ、これにしとかないとね。違うぞ、これね。よし。でも発火だ、この発火だったかな、上手い人の見てたら大発火使ってたような気するよ、雷と相撲戦でね。発火だったのかな、よし、そしたら、北のね、不死院、行きましょう。どこ行けばいいんだ、転送。はい、ここね。よし、そしてあのエレベーター乗るんだよね。行き方ちょっと自信ないんですけど、間違っていたらまた攻略ちょっと見ますけど、エレベーター乗ってなんか細いところね、ジャンプしてたよ、ジャンプしてたとかなんかそんな感じだったね。ここね、行き止まりですから気をつけてくださいね皆さん。
決して真似はしないように、あのグーって言ってんのはあのヘビ君か。いびきかいてんの。よし、ここに乗ってじゃあね、こっちこっちこっち行くんだよね。はい、よし。あ、こっち側だと落ちんの。落ちてどこ行くの。ほんでこっちだよね。でここか、ここだよな。よいしょ、よし、いけた。よし、あれちょ、よし、よしよし、よし。あ、ここにもソウルある。どうしよう、取ってかかりましょう。あ、取ってかからましょうというか、取らないとこれいけねえのか。はは、そうなのか、で、どう行けばいいんだ。こっちだと違うとこ行っちゃいそうだから、こっちなのか。いや、どういう風に降りておられたか。こっちか。え、この下なんだ。この下行けんのか。落ちて安全なのかな。ちょっとわかんないな。こっちから行けんのか。こっちから行けるんだ。ヘビくん寝てる。オッケーオッケー。で、どうすんだ。これでどうすんだ。あっちか。あっち降りんのか。あれ、どうするんでしょう。こっからどうすればいいんだ。あの鳥に話しかけてたような気がするんですけど、降りたら普通に下ですよね。はーい、わかったぜ。よし、これでここ登って裏側にも登るとこあるみたいだ。そうだ、 OKOK。 で、ここの鳥の巣に、鳥のうんこに注意しながら丸くなる。卵と間違えるのかね。ん、卵に見えるかね。早く来るんじゃ。よっしゃ。
はい、戻ってきたぜ。で、ここの敵がね、なんか強力になってるみたいだから気をつけていかなくっちゃ。よいしょ。よいしょっと。よいし。おっと、メッセージがある。よくやった。まっすぐ進め。さすれば君は死ぬだろう。はい、わかりました。何？ちょっと待て。何？ちょっと待て。ちょっと待って。ほんと待って。ちょっと待って。ほんと待って。何？また戻ってきてしまったじゃないか。どうやって行くんだ。そこまでワープじゃ。いや、このメッセージ野郎に騙されちまった。どう進めばいいんだ。この穴に落ちなければいいんだね。うん、穴に落ちなければいいんだ。まずはね、かがり火探しましょう。あ、あったあったあった。これだ。あれ？これ、やばい、やばい。点があれば、ああ、はいはい、もう忘れちゃったな。あれ黒騎士か。はいはい、懐かしいな。あ、黒騎士か。銀騎士か。待て。待つんだ。あ、失敗した。失敗した。遅かった。で、はい、どこにあるんだっけな。あれ、あいつなんか立ち上がったぞ。ちょっと待て。お前、こいつ味方じゃなかったっけ。
待て。あれ。紋章の盾。こいつ味方じゃなかったか。あ、ここ行けるようになったのか。行けないよね。そう簡単に行けるわけがないじゃないですか。ね。あれ。どこい、この上か。この上だったかな。鉄球来るんだろ。来ないぞ。来た。よし。バックが取れない。よし。いて。ここか。オッケーオッケー。これで開くのか。あ、これで行ったことないとこだ。これか。おし、鉄はもらった。どこだこれ。ここか、ここか。オッケーオッケー。よし。鉄はもらったから、これでここはいいのか。あのデーモンはね、ちょっと強いからね。うん、挑戦してみるか。まあ、レベルもね、もう、うまい方というか、まあ、普通の方でも、上げすぎじゃないかというくらい上がってるんでね。50、52ぐらいなってるんでね。まあ倒して当たり前のような、うまい方は倒して当たり前のようなレベルだからでしょうから、俺もちょっとやってみっか。まずかがり火で、これ添えにしてねえのか俺。あっち側はなんじゃ。というかこっちか。どっちから来たっけ。あ、こっちじゃないな。待ってー。あ、ここにもかがり火がある。
で、挑戦してみようかな。いて！そっか。俺はあれしたんだった。かがり火したんだった。休憩。何今の？しゃあ、何今の？ブレス吐くの？こいつ。ちょっと待って。何？わけわからん。え？待て、下がれ。ちょっと待って、この盾じゃない方がいいんだこれ。違うぞ。よし。後ろだと割と安全らしい。もうちょっとは。行け。よし。歌ってちょうだいデーモンさん。はい。了解いたしました。よっしゃ。オッケーオッケー。よし。そしたら、そろそろもう一個レベル上げようかな。あ、こんな、これ、なんか変わった光。あれ？あれ？ここ上がれんの？なんだここ？どこだこれ？よし、そしたらね、今度はね、黒い庭の森、開けた扉ですね。なんかの紋章でね。で、そこのボスか？うん、そこのボスをちょっと攻略したいと思うんですけども。道が分かんないんだ。
こだこれ。ああこっちか。ああかがり火あるな。こっから転送できんのか。できるね。でもこれ北の不思議ってなん転送できないんだね。僕さっきねあのまとめてそ、そぎびしようと思ったらね、祭祀場まで行ったんだけど、ここまで転送できなくて、またちょっと時間かかっちゃったよ。まあいいや。そしたら、どこ行けばいいんだろう。どこ行けばいいんだ。まあ、そこの門の方までね、ちょっと行ってみますわ。はい。はい。そこの、開けた門まで来たよ。そしたらね、今回はどうすかな、ボスまで多分無理だと思うから、ここね、探索してなかったとこ探索しようか。まあ、右側の方だよね。あっち側行ったんだよ。あいつら出てこんよな。で、以前にね、黒いね、なんか、ブルドッグみたい、犬にね、食われまくってたことあるんですけど、まあ、そことね、つながっているみたいですよ。ここなのかな？あ、ここにソウルあるね。ちょっと待って、森みたいやつにね、囲まれたら、弱っちゃうから、できるだけ一体一体倒していきたい。ちょ、そうだ、ここ強いんだ。なに？待て、俺のこの武器ちょっと、なに？向いてねえかな、ここに。ちょっと呪いね。一番強力なんだけどね、黒騎士の剣。ブルドッグも俊敏だからな。かわした方がいいのかな。ちょっとまあ探索ですからね。よし、よし、まずこのソウル、東国の兜、どんな兜でござるか。これか。まあ一応ちょっと着てみましょうか。東国一式はこういう感じでござる。はいはい。はい。お、まあ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 。そしたらここにせっかく鍛えたヘビーボルトじゃないライトボーガンもね装備しとこうか。離れても大丈夫なように。これかプラス5まで鍛えたんですよ。これもね相撲対策でやったけどね、なかなか活躍できなかったんで、まあ使わなかったけどね。まあ普通のこういうとこなら活躍できそうじゃん。それで
あれ月光町とかいたとこだよね。どことつながってるんだろう。どことというか、あの飛龍、飛龍、飛龍じゃなくて、狭間の森とつながっているんだと思うんですけど、あのメデューサいたとこね。メデューサいた沼、アコだよね。そしたらアコから登ってきたから、あっちだ。あっちに橋があるんですよ多分。どこから行けばよりボスのとこに近く行けるかちょっとわかんないんだけど、まあなるべく変なやつ出てこないところから行きたいんですけどね。ちょっと待って。でもボスの前に来たぞ。また来やがった。来たような気するぞ。だって登ってきた時にあいつらいきなり現れたから。あれソウルなのか。ソウルっぽいな。よし、あ、吊り橋あるということは、どっかここら辺ですね。どこにはしごがあるんじゃ。これか、こっちがね。わかんねえな。まあ崖っぷちを行ってみよう。丸太がある。こう渡れんの？渡れねえな。え、こう降りれんのか？降りれるのか？降りれるな。あ、ここか。俺、こっから来たのか。こっから来たんだ。よっしゃ。こっから来たとなればじゃあ、狭間の森と飛龍つながってるかがり火から来た方がいいかな。待って、そもそもボスはどこにいるんだ。あっち行ったら、あの犬いたんで、ですよね。ボスはこっちのエリアでいいのかな。ちょっと待て、これちょっと重いな。やっぱこれのせいか。なるほど、外せ。よし、これでいいだろう。そしたら右側どんどん行ってみましょう。ちょっと、いや、入り組んでてわかんねえこれ。くっそ、できるだけ右から行きたいのに。どういう地形になってるかちょっと。あ、なんか撃ってきてやがる。待って、これあの二人いたとこじゃないのか。二人いたとこ。
これはどこだ。あ、山賊だよね。なるべく一体一体やらないと。どこ行くのあいつ。後ろから攻撃しようっていうことか。ん、君失敗した。またくそ、ロングソードの癖抜けねえなこれ。よしよしよし、これでまあ要は何をしたいかといえば、ボスの方ね、いかにね近く行けるかというところを探してるんですよ。ここなのかな、ここボスなのか。ここどこだ。ここ落ちるな。ここどこ？あ、ここなんかいるぞ。さっきのとこどこだろう。あれ何？あの歩いてんの敵？今ちょうど目の前歩いてるよね。敵だろう。俺はどこで死んだんだ。ちょっと待て、あこになんか光あるぞ。あれか、あれがボスか。そしたらここの方近いな。でもこれ普通にここから降りんの？あ、こっち行けるのか。こっちから降りれたの？降りれないね。え、こっから降りれたの？でも何かと遭遇するだろ？キノコくんだ。へえ、キノコくんこんな方にいるのか。まああの攻略サイトでキノコが5体やらなんとかいるって書いてあったんでね、まあ、キノコくん、まあ、びっくりはしなかったけど、多分ここボスだな。ここ空いてもまあ直接、すぐには戦闘始まらないっていうことだけど、大丈夫かな？何これ？何したの？で、開いて、どっか手前にかがり火とかないのか？まあちょっとやってみましょうか。ちょっと待ってね、そしたらどの盾で行けばいいのか。まあ一応大盾で行きましょう。
なんか剣刺さってるって書いてあったな。あ、これか。怖い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 。ガルに行け。けやめて。ちょちょちょ。五輪中でござる。あれはダークソウルのダウンロードコンテンツ、ダークソウル3のダウンロードコンテンツ1に出てきた犬と関係あんのか。ああいうの出てきたぞ。うん、はい。それじゃあね、今回は五輪中になったところですけども、まあここまでにしときます。次回はね、狼、手名付けてワンちゃんにしてお手させたいと思います。はい、それじゃあ次回またお会いしましょう。はい、またね。バイバイ。